ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、電気自動車で車中泊する時の最大のメリットについてお話しさせていただきたいと思います。もうそれはズバリですね、車中泊をしている間ですね、冷暖房を全く気にせずにですね、使うことができるっていうことです。周りの人にね、気遣いをすることなくスイッチオンでですね、排ガスも出るわけではないし、エンジンも回ってるわけではないので、電池の力でですね、走行用バッテリーで冷暖房が気兼ねなく使えるということです。もうそれにつきます。で、それでですね、それを使う際にですね、冷房はですね、今の私の日産リーフですと、だいたい6時間ぐらいずっとかけっぱなしにしておいて、エアコン、真夏でですね、エアコンを使って、だいたい30キロ分ぐらいの走行距離が消費されるような感じの目安に なってます。で、冬はですね、やっぱり、50キロ、前後ですね。50キロ前後分の、暖房が、表示からですね、消えてなくなっていくということで、50キロ前後ですね。一晩で50キロ前後ぐらいの、消費量になります。まあ、そんなわけでですね、近くに、急速充電器、道の駅に急速充電器等があればですね、とりあえず1回目は寝る前に急速充電をしておいて、それで、一晩経って減りますよね。そうしたら朝方ですね、もう1回充電をすれば、そのまま出かけられるという、そういうメリットがありますので、急速充電器のある道の駅やなんかとか、サービスエリアとかですね、そういうところでですね、車中泊する場合はですね、電気自動車はすごく、夏でも真冬でも、エアコン使い放題でですね、快適に、車中泊ができるってことです。で、日産リーフで、一つですね、ちょっと欠点っていうか、他の車がちょっとわかりませんけども、日産リーフのステアリングですね、ハンドルの下の方ですね、ペダルに近いところに、ちょっと隙間があるんです。そこから、冷気や、真夏の蒸し暑い時の、暑い空気がですね、出入りしているっていうことで、そこの部分だけタオルとか、バスタオルとかブランケットとかでこう覆ってしまえば、足元は暑くならず寒くならずできるということですね。そこだけはですね、旧型も新型もプラットフォームが一緒ですので改善されてなかったっていうところもあります。次期リーフがですね、まるっきりのフルモデルチェンジであれば、そのあたりも変わってくるのかもしれませんけども、今のところこの型のリーフと新型リーフも含めて、運転席のですね、ステアリングの先の部分、ペダルの近いところですね、そこにちょっと隙間が、空気の出入りがする隙間がちょっとできてしまうので、運転席を倒して寝られる方は、ちょっとした工夫がいるのかなっていうふうに、そういうふうに思ってます。そんなところですね、今回は、電気自動車で車中泊すると、メリットが、こういうメリットありますよっていう、そういうことを動画にさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。今回はこの辺りで失礼いたします。マイクでした。